はい、皆さんこんばんは。3月15日の、塩チャンネルです。今日も参議院で予算委員会がありました。少し見てきたんですけれども、政治と金の問題などなどありましたねと。基本的に政倫審、参議院は3人しか出てきていなくて、で言ってることもちょっと違ったりとかしていて、他の方にも出てきていただかなくてはいけないというふうに思いますし、総理も引き続き説明責任を果たしていかなくてはいけないと言っているので、それ早く自民党さんの中でちゃんと政倫審に出すということを調整するべきじゃないかなというふうに思います。午後の共産党さんの質疑の中ではきっちりと聞き取りをするべきだということで、森元総理、安倍派の会長だった、しっかりお話を聞くべきではないかという中で、共産党さんがこう結構食い下がっていて、森総理もその中の一人に、含まれる感じの、答弁を総理がしていたというふうに思います。であとは私がした質疑の中で悪質ホストの問題、これはどんどん検挙が増えていてすごいいいことだと思います。悪い人はしっかり取り締まるんだということなんですけれども、問題はほとんどの、こういうことをしているホストが、捕まっていないということなんですね。それは簡単な話で裏取りがなかなかできないとか警察の方おっしゃるんですけれども、私もそれの数の相談を受けています。しかしながら結構悪どい話いっぱいありましたよね。それが何一つ誰一人検挙されてないんですよ。だからそれだけ無罪放免になっているホストの方が多いということですから、歯止めというのは多少ぐらいしかかかっていないんじゃないかなというふうに思いますね。残念ながらこれでは被害はなくなりませんから。ホストクラブというのは若年女性をターゲットにしている商売で、警察が営業の許可を出しています。ですからこれだけ被害を生むビジネスモデルを転換させる責任は警察にありますので、しっかりとこの対策を取らなければ業界任せでは全然ダメだということになってきますから、警察の対応が待たれるところですし、総理も私への答弁で現状をしっかり把握して必要な対応を取るということでしたので、警察頑張んなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。このままではどんどん日本の女性が海外の買収に出ていくという状況で深刻です。日本人の女性を、日本人を守るということを国家が、警察がしないといけない段階に来ているんですが、まだできていないような状況ですね。ホストクラブで売りかけとかホストに払うお金のためだけじゃないんですね、海外買収に行ってるのは。私がテレビで質疑をしていたのを見てですね、昔からあるよとこのシステムは。で最近はネットで募集しているので、それなりに普通の女の子たちが海外買収に出かけているよ、観光のビザでというようなお話もいただきました。なるほどねというふうに思って、手口も巧妙になってきているので、最近は女性が一人で行くというよりはグループで行ったりとかで、そこに男性がいるので買収だってことに気づかないというケースも、それぐらいの対策を取っているようでありますから、少なくともホストクラブからの被害者を海外買収につなげるというところは、そういう多額の債務をお客さんに負わせなければいいというだけの話ですので、健全なビジネスモデルになるように警察が頑張らなきゃいけないフェーズじゃないかなというふうに思っていますということで、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。責任はですね、私たち野党は果たしてこのように質疑をしています。ですからあとは政府、与党にありますから、しっかりとやっていただきたいというふうに思っています。それではまた、来週。